嗨，大家好。那么欢迎各位呢，再一次来观看《人王一》的游戏影片。那么这一次是第五章啊，《海民右起》。哎，这应该是去打那个海方主。OK， 我们现在出发。一拜神社就出发。那么第五站的 BOSS 呢，就在这个大门的后面啊，终于来到了这个地方了。那我们就开始吧。这首他在激光时太恶心了。哇，还没，哇，他应该到中间了吧。再丢，可以再等他跳起来，或者等他烧死。还没死啊！我的天哪！哇，这烧太久了吧？既然是把它给烧死了，我也烧了太久了，那一点点。OK， 我们继续前进。ナイフ家康殿は西国の調略を進めておる。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の守備はどうじゃ、大谷行部殿。信州真田はこちらにつきましょう。しかし東国は今や徳川が本拠、多くの大名がすでに密約を結んでおりまする。三成殿も人気がないの。いやはや全く。
いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならば、もののわからぬ大名どもに今一度義を説こう。ふみか、また義を振りかざして敵を増やさぬといいが。家康殿には正攻法では勝てぬ。わしと共に手を汚してくれんか、刑部殿よ。もはやろくに目も見えず下法で生きておるに、今さら正道を歩もうと神仏の救いは受けられますまい。この者が太宰府に秘匿された五穀の霊石を見つけ、こたびの戦で役立ててはと申しておりまする。わしらも異国の者に頼ると申すか。对，第六章 ，OK。那么，如果你喜欢这一次的影片的话呢，记得按赞。觉得这个频道还不错的话呢，按个订阅支持一下。有什么意见或看法的话呢，可以在这个影片下方留言。OK， 那我们下一次的人玩鱼的游戏片再见。各位，拜拜。